どうも皆さんこんにちは、エマシです。今回は、モンスターハンターライズのバージョン 3.0 の、まとめをしていこうかなと思います。まずはこちらバルファルクですね、久しぶりの登場というかもうトレンドに上がるぐらいにみんなバルファルクを待っていたと思うんですが、まさかの変異体、おそらく特殊個体っていう部類とはまた違った個体なのかなというふうに感じました。それもまた後で言うんですけれども、まあ、とりあえず、この子の名前は駆色覚葉のバルファルクっていう変異体ですね。でこちらのモンスターに関しては、まあ、めちゃめちゃ戦ってて楽しい、 BGM もかっこいいっていうところもあるんですけれども、まあ、第一に、まあ、必殺技が、まあ、空高く飛んで突撃してくる、ミサイルのように突撃してくるっていう技があるので、まあ、それはもう緊急回避で、まあ、音を聞くと、まあ、回避しやすかったりはするんですけれども、ぜひ最初は食らってみたいという気持ちもある。で、こちらのモーションなんですけれども、バルファルクはね、確か怒りかな、怒りが終わった後に2回目の怒りが終わった後だったかな、ちょっとそこら辺曖昧なんですけれども、まあ、ここも変わってる可能性は十分にあるんですが、バルファルクはある一定の、まあ、時間が経つとエネルギーを溜め直すんですよね。エンジンをまたかけ直すんですけれども、まあ、空気を吸い込むような音が、まあ、そのフィールドに鳴り響きます。でその時に関してはもう積極的に攻撃してください。攻撃チャンスだけでなく、ある一定のダメージを与えると特殊ダウンを取れるというのが、バルファルクは、まあ、ダブルクロックスの時にあったんですね。でこれが今回ももしかしたら、起こっている、まあ、引き継いでいる可能性が大いにあるので、この時はもう積極的に攻撃をすると。では次、主陣容眼になります。個人的には、バルファルクよりもこっちの方が強いんじゃないかなっていうふうに思ってますね。まあ、連携技がまあ異様に多いっていうのと、純粋に火力が高いんですよ。ダブルクロスで自分も戦ったことがあるんですが、金雷光陣容がっていう名前で出てたんですけど、まあわからない、攻撃パターンが読めないは読めないわ。え、まだ連携してくるの、まだ攻撃してくるの、しかも攻撃早強いたのね、もうオンパレードだったので、で今回ね PV でね、まあ、ランスを担いで戦ってたということで、ね、大変まあ意気揚々というか興奮したんですけれども、結構やられてましたね。 でやられるのにもちゃんと理由があったんですよ。主陣容眼の攻撃連携技がやっぱ多かったです。で見たこともない俺の連携技とかもあったんですけど、最初の初段から次つなげてくるまでの発生タイミングが早いんですよね。で一個一個が多分おそらく火力高いためモーションっぽかったんですけど、ためてるけど次の攻撃までが早いから、例えばランスだったらアンカーレイジをしても次のアンカーレイジとかガードまでが全く間に合わないと、それを次しようとしている間にもうハンターはダメージ食らってたので、ガード武器の方はもうガード性能をモリモリに持ってもうガードしてやり過ごすのを、まあ、例えば初見とかでも待つしかないですね。それぐらい多分、主系のモンスターの中ではトップに行くあたりこの主陣王が強いと思います。次ラスボスの情報ですね、PV の中では、新モンスターは来ていませんでした。ただし、ディレクターさんがね、2つのね頭蓋って言ったらいいのかな、相まみえる時って言っていたので、おそらくこの後に新モンスター来ると思います。これはもう明日のアップデートを楽しみに待つしかないですね。かつ新フィールドが追加となっていたので、ここではなく、まあ、新しく決戦場が用意されてそこで戦うんじゃないかなっていう感じがします。次に、ダウンロードコンテンツですね、まずはこちら重ね着となっています。これガルルフェイクめちゃめちゃ最初びっくりしたんですけれども、まあよく見てみたら愛らしいですよね。こちらのガルクのね、お供重ね着はめちゃめちゃ可愛い。で、ボイスも新しく追加されました。ヨモギちゃんとイオリくんですね。でスタンプ、これもまためちゃめちゃなんか和のテイストがあって可愛いというか癒される、めちゃめちゃ癒される、この色合いめちゃめちゃ好きなんですよね。で、服ズックの服も新しく追加されました。1個目はね、おしゃれですね。で、おしゃれだなーとか思ってたら、まさかのもう服ズックじゃないっていうね。もう、フクロウですらなくなるっていう。前回のアップデートの時に、まあ、最初からあったやつなのかな。服ズックの、まあ、重ね着の中で、もうメカになるっていうものも実はあったんですよ。で、まあ、こういう、今回何が来るかなと思ったら、まさかの、まあ、翼竜でしたね。最初、ワイバーンか何かなと思ったんですけれども、名前には翼竜とついてました。次は、追加ポーズセットですね。こちらもマルチとかやるときにみんなでやったらめちゃめちゃ楽しくなるやつですね。で、ペイント、まあ、お化粧も増えたと。で、特にこの髪型、男性のやつめちゃめちゃかっこいい。これ多分女性でも使えると思うんですけれども、まあ、これおじいちゃんでね、今髪白くなってますが、まあ、黒くしたりとか、
赤くしたりとか、どんな、まあ、見た目の若さでも似合うしいかちいので、これ男性版でもしプレイするってなったらこの髪型にしたいかなと思います。で、はい、ここなんですけれども、これもうすぐ目いきました。モンスターハンターシリーズ拠点 BGM、 これポッケ村の BGM 使えるんじゃないかな、ついに来るんじゃないかな。いや、めちゃめちゃ楽しみなんですよ。ポッケ村の BGM ってやっぱみんなもね、思い入れ強いと思うし使いたいと思うので、もうここはもう追加されたらすぐにダウンロードしに行きたいところでありますね。まあ、まずはバルファルク戦いに行きたいんですけど、こちらその他になっています。さっきのあの画像で見てたもののまとめですね。ここアップデート概要なんですけれども、イビルジョーがちょっといるような感じしないんですよね。正直もうしれっとまた来るのかなとか思ったんですけど、前バゼルギウスが来た時は、新しく乱入モンスターが増えますみたいな感じで書いてあったんですよ。で、それでバゼルギウスだったと。だから今回も同じように新たな乱入モンスターとして加わりますよみたいなテイストがあると思ったら、そのテキストないんですよね。もしかしたら来ないのかもしれない。もしくは次のアップデートとか。ちょっとここ残念でしたね。まあ来たら面白いんですけどね。スラチラチレート。あの子確か解禁賞ですから、で、トライから出て。で、新たな決戦フィールドが追加されます。これがラスボスですね。おそらくなんか2段階とかなるような予想もしてるんですけれども、まあ決戦フィールド分があるから多分今回のアップデートは結構容量が大きかったんじゃないかなと思います。で、この新たな武器派生、まあ防具重ね着装備、これ、武器の重ね着ないのかな？でも、なかったんですよね。なんだろう。まとめの中っていうか、普通にアナウンスはなかったので、サプライズであったら嬉しいんですけれども、結構ね、武器の重ね着待ってる方も多いと思うので、ここしれってきてたら嬉しいですね。で、百竜武器の外装も素材を使って変更できるようになりますってあるので、皮被るんじゃないかな。今まで結構鉄の感じがね、鉱石の感じが強かったんですけれども、多分おそらくそこに、主素材使って、まあ、主武器っていうのが新しく見た目で変更できる。まあ、見た目だけなのか、もしくは、なんだろうな、純粋に強化なのかはわかんないんですけれども、これ、上級要素の解放で特定の条件を満たす必要性がありますっていうのは多分おそらくソロ。フリークエストですね。普通の百竜夜行での、例えば主陣王画じゃなくて、その1対1で戦う、主陣王画とかを倒すと、主陣王画のなんか武器の外装が解放されるみたいな、そんな感じがします。次はね、ロードマップになるんですけれども、一応6月の中旬に、まあコラボとしてこちらのね、なりきり月のっていう、重ね着、まあモンスターハンターストーリーズ2での、まあ逆輸入っていう感じですかね。で、こちらのイベントクエストでこれを入手できるので、ぜひやっておきたいところなんですけれども、おそらく前回のアップデートの時と違って金曜日ごとに追加されるっていうのはもうないんじゃないのかな、もしかしたら。普通にこんな感じでもうイベントクエストはここでやりますよっていうのがアナウンスがあってやる可能性もありますね。で、ここ、主陣王がなどって書いてあるので、もしかしたら主陣王が以外も来る可能性がある。今回紹介なかったけど、主ナルが来るがとか、主ティガレックスとかもいるので、もしかしたらそこら辺しれっと追加される可能性もありますね。もしくはこれがなどがイビルジョっていう可能性も全然ある。そしたら6月末、7月末、8月末ってそれぞれアップデートがあるみたいなんですけれども、ここだけだとまだ、新モンスターが来るかどうかはわからないんですよね。ただし、もしかしたら、ストーリーズのモンスターが来る可能性もある。ストーリーズ限定のモンスターとか古竜とかいたりするので、そのモンスターが逆輸入でこっちに、まあ、ワールドの時の極秘みたいな感じで強ボスとしてね、強モンスターとして来る可能性もあるんじゃないかなと思ってるので、これは今後の、まあ、情報に期待っていう感じですね。最後に、一部の不具合について軽く見ていきたいと思います。気になったところがあれば、ちょっと一時停止して見ていただけたらだと思います。まずこちらが拠点系の不具合ですね。特にこのハンター見習いの大使が座っている場所を集会場準備エリアから見ると、大使がおにぎり屋の制服になっている不具合を修正します。こんなのあったんですね。こちらモンスター関連です。ビシュテンゴが壁張り付きの状態になると、稀に進行が不可能になる不具合。どういうことなんだろう。もう、攻撃できない場所まで行っちゃうってことなのかな。あとこの、雷神でモンスターの部位が帯電せずダメージが通りにくくなることがある不具合。なんかこれ状態異常とか被っちゃうと、なんか狂っちゃって、こんな感じがなる。まあ、自分もこれに関しては経験したことありますね。マルチでなったかな。
で、最後、ハンター関連なんですけれども、まあ、こちらちょっと多いので、まあ、飛ばし飛ばし。まあ、一番上のあの、クエスト参加中の別プレイヤーが力尽きたとき、あの、ロード画面で力尽きましたっていう表示が出るやつ。これツイッターで見ましたね。まあ、っていう感じで、まあ、軽く、アップデート内容を見ていったんですけれども、まあ、最後に、個人的に気になったのが、今回バルファルクが、特殊個体ではなく変異体っていう名前で出てきたんですよ。で、個人的に、まあ、ライズのアップデートの最後は、まあ、マガイマガド関連がね、マガイマガドの強化個体が来るとは思ってたんですけど、主マガイマガドかなっていうふうには思ってたんですが、おそらく変異体のマガイマガドが来るんじゃないかなっていうことが、まあ、今回で、ちょっとまあ、考察がはかどったかなっていう感じはします。まあ、それでなんか強い、常に鬼火をまとってるとか、まあ、鬼火の状態が違う、まあ、めちゃめちゃ強いマガイマガとかね、最後に来ると思うので、ちょっとそれ今後楽しみですね。まあ、あとは、主系ではなく、変異体の、まあ、新モンスター、例えば、ゴシャハギとか、オロミドロが来るんじゃないかなっていうことも楽しみに。まあ、今後のアップデート、楽しんでいきたいと思います。まずは明日の朝ですね。9時だと思います。明日の朝9時にまた来ると思うので、それを待って、ちょっとダウンロード時間長くなってしまうとも思うんですけれども、楽しみに、やっていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。